皆さんこんにちはキャリアコンサルタント資格講座説明会を始めます私はレック東京リーガルマインドキャリアコンサルタント課の西脇直子ですどうぞよろしくお願いいたしますはい、では早速画面切り替えてお話を進めていきますキャリアコンサルタント資格講座説明会です内容ですけれどもまずレック東京リーガルマインドについて簡単にご案内いたします そしてキャリアコンサルタントとはどういう資格なのかどういう活躍ができるのかについてお話をしていきます国家試験の概要合格率も含めてご案内しますそしてレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴であったり内容のご案内と進めていきますそれから合格された後のサポートとして npo 障害学習という団体の取り組みもご紹介していきます 最後に講座のスケジュール受講料のご案内このような流れでお話を進めていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはい、それではまずですねレッグ東京リーガルマインドってどういう会社なんだろうかから簡単にお話をしていきますレッグは学ぶスキルアップ働くライフキャリアを考えるこれを一貫してサポートをする会社です 合格のレック資格のレックとして様々な資格試験の対策講座を行っている学校でもありますしそれだけではなくて保育とか福祉関連では、えー、児童とか子育て支援なども行っています。また公共事業 というふうに書いてありますけれども自治体ですとか観光庁からの委託を受けて行う事業も非常に積極的に取り組んでいます実はここがキャリアコンサルタントの活躍の大きな舞台なので後ほどお話をしていきますそれから婚活事業も取り組んでいますプロマリッジという名称でライフキャリアを考えるここも行っていますそれから NPO 障害学習 この NPO 法人の名前の通りなんですけれども、皆さんが合格された後で、どうやって、えー、自分でさらにスキルを上げていくか、そのようなことをサポートしている団体ということになっています。まず、キャリアコンサルタントとは何かから入っていきます。キャリアコンサルタントとは、キャリア相談のプロフェッショナルです。 就職転職キャリアアップなどを支援して自分らしく生きることをサポートします人を支える仕事です2016年4月に民間資格から国家資格になりまして資格に対する信頼度も大幅に向上しましたまあ、実務に既についていらっしゃる方もプロとしての知識やスキルがあることを資格を通じて証明することができるようになりました キャリア分野で活動する方にはもう必須の資格と言えます。また、実務従事者、資格を持っていなくて相談業務をやってらっしゃる方については、相談者の方の安心感や信頼感を高めて、ご自身の仕事の幅を広げていく、そのためにもキャリアコンサルタントの資格取得をお勧めしています。さて、キャリアコンサルタントを取り巻く環境変化についてえ少し見ていきたいと思います。 2001年なんですがレック東京リーガルマインドのキャリアコンサルタント養成講座がスタートしまして2001年から2020年今2022年までですけれども社会の変化は大変大きなものがありました。1990年代の後半バブルの崩壊2008年にはリーマンショックそして直近では2020年のコロナショック。 でこうした激変する社会環境において、オンラインデジタル化であったり、政治経済働き方の変化、そして皆さん自身の価値観の変化や生き方についても改めて考えられた方も多いのではないでしょうか。まあ、自らキャリアを作る時代が到来したというふうに言われています。そしてこの20年間の中の動きとしましては、ねここ2008年に書いてありますが、国家検定制度。 これは今ご案内している国家資格のキャリアコンサルタントとは別の検定制度なんですが実務従事者のためのスキルのレベルを測るための検定試験が2008年にスタートしています。 そして同じタイミングで厚生労働省がキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表しましてこれからの社会の変化に対応していくためにはキャリアコンサルタントが多くの人数必要だということをここで発表打ち出していますそして2016年に国家資格化されたこのような流れを経てきています さて今国家検定の話をしましたがここでまずキャリアコンサルタントの資格制度の体系についてまず確認しておきますねまず皆さんが一番最初に目指されるのはキャリアコンサルタント国家資格のキャリアコンサルタントですでその先なんですけれども技能検定制度があると申しましたが2級と1級がありましてレベルが 2級1級とどんどん上がっていくことになりますまずはこのキャリアコンサルタント国家資格のキャリアコンサルタントを取ることがキャリアコンサルタント資格制度の一番のベースラインとなります国家資格キャリアコンサルタントを取った後でさらに実務経験を積みながら2級1級とレベルアップをしていくこのようなイメージとなっています えではキャリアコンサルタント取得のメリットを一緒に確認していきたいと思いますまず一つ目もちろんキャリアコンサルタントとして仕事をするというのは当然ですね他の資格試験などでも資格を取ったらその資格を活かして直接的に仕事をするこういうやり方というのはもちろんありますねまさに専門家として活躍していくこれは次のスライド以降でお話をしていきます それから、取得のメリットとして2番目として挙げているのが養成講座での学びを活活かして活躍する。仮にキャリアコンサルタントとしての仕事をすぐにしないという方であっても養成講座で学ぶ内容後ほどお話ししますが「傾聴」「コミュニケーション力」「面談スキル向上」のトレーニングをたくさん行っていきます。 そういういことを通じまして営業の場面ですとか組織内でのコミュニケーションを行うとき、信頼構築がアップしたり他の方との円滑なコミュニケーションが実現できるということになります。そして3番目として挙げていますがご自身のスキルアップに非常に有益です。 今社会が大きく変化していまして社会環境が変わっていく中でご自身のこの先の人生を充実させるためにはどうするか人生100年時代という言葉もうよくよく聞かれるようになっています今の会社人生が終わったらその後皆さんどうされますかねどんな人生100年までのプランニングをされてますでしょうかご自身の人生を充実させるためにもキャリアコンサルタント取得をおすすめしています はい次いきますそれではここからは活躍の舞台ですね実際に資格を取ったらどんなところで仕事ができるのかなとまさにキャリアコンサルタントとして仕事をする場合のステージ舞台ですね活躍の舞台ってどんなところなんだろうというお話をしていきますまず一番もしかしたら皆さんイメージしやすいのハローワークかもしれませんねハローワークも実は一般マザーズ 若者新卒応援とさまざまな種類がありまして、それぞれの相談者の方に合わせた対応を行っています。ここでは当然職業紹介とか、えー、仕事とその方とのマッチング。であったり、職業訓練の相談に乗ったりもしています。はい、それから公的機関としてはジョブカフェ。 というものがありますこれ都道府県が行っているんですが若年者のためのワンンスストップサービスセンタービセタと言われていますここでセミナーをやったりもちろん相談にも乗ってもらえたり職業紹介もしてもらえたりするこういう場所で働くということも考えられます。そして「サポーステ」と書いてありますがサポーステというのは地域若者サポートステーションといいまして厚生労働省が行っているものです。 就労支援とか就労に向けたスキルアップのセミナーを実施するなどの取り組みを行っているこうした公的な機関ではキャリアコンサルタントが非常に多く活躍をしていますはい、そして二番目として教育機関を挙げています大学や短大のキャリアセンターね、今就職家という言い方している大学はほとんどありませんで多くのところでキャリアセンターという言い方をしていますね 当然学生さんからのさまざまな就職に関する相談に乗ったり実際にエントリーシートを作るお手伝いをしたりあとはキャリア教育が今大学や短大最近では高校などでも広がってきていますけれどもキャリア教育のためのプログラムを作って実施するこんなこともキャリアセンター所属のキャリアコンサルタントの仕事の一部です。 そしてキャリアセンターという意味では専門学校も大変力入れてます専門学校というのはもともと就職率がほぼ100%っていうことなのでどういう企業さんに学生が就職できるかっていうことが極めて学校運営上大切なことになってきますそうした意味では専門学校のキャリアセンターで えー、自分たちでですね企業情報を集めてきたりとか学生が入社できる企業を開拓してきたりマッチングも行っていますで小中高等学校でのキャリア教育学校の先生たちというのはなかなかねここの 成果の授業以外でキャリア教育についても教えるっていうのは時間的な面とか経験的な面ご負担も含めて難しいところがありますここでもキャリアコンサルタントが非常に活躍をしているということになりますしこの先さらに活躍が期待されるのがこの小中高等学校でのキャリア教育と言われています はい、そして活躍の舞台の3つ目として挙げていますのが企業領域ですねイメージしやすいのが人事部でしょうか人材育成であったりキャリア研修実施したりあとは定着支援とか離職の防止ワークライフバランスの推進とかメンタルヘルスマネジメントですね。メンタル的なところで社員がこう悩んだり 落ち込んだり、会社に来れなくなったりする、こんなことを避けるための取り組みも。今人事部の非常に重要な仕事となっています。はい、そして人事部は非常にイメージしやすいですが、それ以外の部署ですね。まあ、さまざまな部署あげましたけれども、どこの部署であっても。マネジメントへの活用ということが、特に注目をされています。ワンオーワンミーティング。 なんていう言葉聞かれている方もいらっしゃるかもしれませんが上司と部下との一対一面談ね、こういうものも非常に盛んに行われています最近の上司や管理職の方というのは部下に対しての面談をしっかり行っていって部下の育成をするところまでが役割として求められるようになっていますねそして傾聴力を生かした顧客ニーズの発掘 営業などの方は特にあとはコールセンターですとかお客様と接する方々というのは傾聴力というのがどんな部門でもどんな部署でも非常に有益になりますそしてお客様社外の方社内のコミュニケーションの円滑化にもキャリアコンサルタントの資格や学びが役に立つということになりますですのでどこの部署にいても キャリアコンサルタントを取ってその資格を生かして活躍をしていくっていう可能性が広がっているということが言えます。はい、4番目に挙げましたのが、まあ、これは企業として人材紹介や人材派遣をやっている会社ではもうキャリアコンサルタントの資格というのはある意味必須になってきていますね。 現在キャリアアドバイザーやコーディネーターとしてお勤めの方は資格を持っていない方もかなりいらっしゃってもちろん資格を持っていなくても相談業務そのものはできますしマッチングもできるのですが特に養成講座の受講生さんで多いのが人材会社にお勤めなんだけれどもキャリアの形成の仕方について一回ちゃんと体系的に学びたいであったりやはり資格として しっっかり持てておきたいいこういう方のニーズがとても増えてさまざまなお仕事がありますけれども人材会社ではもはや必須となってきているということですね。はい、そして活躍の舞台の5番目として挙げましたのが公共案件先ほどレックは公共事業に力を入れてますというふうに申し上げました行政からの委託事業ですね。 例えば、厚生労働省であったり、東京都などが行う事業を。実は多くが民間に委託をして実施をしているということになります。で、その委託を受けている企業の一つとして、レックはかなりの規模で実施をしています。レックで実施運営する案件のキャリアコンサルタントを募集をしています。で、この募集については。 NPO 障害学習というね別団体がありましてここに登録された方に対してはメール配信をして「こんなお仕事がありますよやってみませんか?」というご案内もさせていただいています。で意外と皆さんこれご存じないんですが公的な機関での就労支援就職支援やセミナーの実施事業というのは、ね、実は観光庁から民間に 委託されているものがほぼほぼぼですねこういういケースが多数ですですすので民間の企業レックのような民間の企業がキャリアコンサルタントの方を募集して採用して行政の事業を実際に運営していくこんな構図で進んでいます。 キャリアコンサルタントの資格を取られた方についてはこの公共案件というのは非常に大きな活躍の舞台6つ目としてそのほか浮かぶものを書いてみました。 ね、あのまあ副業でね最近キャリアコンサルタントなんかできないかなっていう方もいらっしゃいますし実際に REC の養成講座を終了した後で NPO 障害学習に登録された方がセミナーの講師をやったりっていうケースも大変多く見られるようになってきています。 ということでここまで駆け足ではあったんですけれども、まあ、キャリアコンサルタントの少し歴史的なところも踏まえてまた取得した時のメリットや活躍の舞台がどういうところかなとこんなお話をしてきましたはいではここから先は皆さんが受験されるキャリアコンサルタントの国家試験がどういうものなのかについてご案内を進めていきますすすままたちちょっと資料戻りますねこちらでで国家試験の概要です。 キャリアコンサルタントの試験というのは、学科試験と実技試験と2種類の試験があります。そして、学科試験と実技試験両方合格して、初めてキャリアコンサルタントの資格取得となります。で、実技試験の中にも2つありまして、論述試験と面接試験。この論述と面接と両方合格して、初めて実技試験の合格ということになっています。 また例えば学科試験だけ受かったんだけれども例えば論述の点数が足りなくて実技が不合格だったよっていう方は今度は実技試験だけ次の回で受験するで両方合格が揃った段階でキャリアコンサルタントの試験合格資格取得ということが可能とはなっています。キャリアコンンサルタントの国家試験で特徴的なところはやはやり面接 ロールプレイと口頭試問と書いてありますがここだと思いますねロールプレイというのは実際に試験監督の前で試験の実施団体が用意した相談者役の方がいらっしゃいますその方の相談を実際に試験会場でその場で聞いてさまざまなあのお話を 聞いていてきながらあこの相談者の方に対してはどういった形でお話を進めていったらこの方のキャリアを実現できるのかなそんなことを考えながら進めていくロールプレイというものがありますこれはもちろん養成講座の中でしっかり勉強していくものになりますがこの面接試験が非常にに特徴的かなというふうに思いう思ます試験日程です。 2022年から2023年度の試験の日程について今ねとりあえずこの三つの回についてご案内をしておきたいと思いますまず次この先ですね一番近い試験としましては2023年の1月ごめんなさい2023年の3月に学科と論述試験がありまして面接試験が3月の、ね、学科論述試験の後に行われるんですがこちらは え皆さんが申し込まれる養成講座の1212月生からですとここには間に合いませんので既に実務経験験がががある方がこの回は受験が可能となりますちなみにすでに相談業務の経験が3年以上ある方については養成講座を受けなくても直接こちらの3月の試験受験することができます。 その場合には試験対策講座などで問題の傾向であったりとか対策をしていただくことをお勧めしています。養、は、成、い、講座で十二一二月生で受講される方は第二十三回の試験こちらが受験可能となります。試験は二千二十三年の七月の二日に学科試験と論述試験面接試験はこの学科論述の後の。 日程ですねこうした日程で行われることになっていますそしてさらにその先もご案内しておきますと第24回は2023年の11月の5日に予定されています先ほどこの試験は学科と実技ですっていうふうに申し上げましたけれども試験日程的に言いますと学科試験と実技試験の一部である論述試験は同じ日に,ちに1日で午前午後で 終了しますそして実技試験の中の面接試験験のの中面接だけが別日程で行われることになりますでこの面接試験なんですがどの日程がどの時間で指定されるかはわからないので今からよしやろうかなって思ってらっしゃる方はこれらの日程についてはご予定を空けておかれることをお勧めいたします。 まだだいぶ先なんですけれどもね。一応、日程、開けておいていただけたら良いかと思います。<laughs> さて、皆さん、気になる合格率のデータです。す、え、で、ー、にですね。第二十回試験までは結果が出ています。第一回から第二十回。第一回は、これ、二千十六年の四月の国家失格以降ですねということになりますが、どうですかね？学科試験の合格率、直近の合格率で。 学科だけですが、ね、これ国家試験としてては極めて合格率高いですねでだいぶですね1回から20回までの間はこの折れ線グラフのようにあのパーセンテージに差はあるんですけれどもあるんですがあの特に難しかった第4回と第9回を除いてはおおむねですね60%近いあるいはそれ以上の 合格率が出ていますねということなので年3回試験がありましてかつ合格率がこういう数字なのでまあ、試験としてはチャレンジしやすい試験資格と言えるのではないかと思いますでは実技ちょっと見てみましょうか実技の合格率の方が折れ線グラフ的には安定してますよね直近の合格率で60.2% こちらはですねだいたい毎回60%、ね、超えるような水準で合格率が出ているということになっています。ということであの皆さん面接試験って結構どんなことやるのかなって心配されていらっしゃるかと思うんですけれども実は合格率的には60%以上そして学科と実技と両方合わせた一発合格も 今回第二十回で六十四パーセントっていう数字が出ています。一回のね、ご一回一発合格で学科も実技も全部合格したよっていう方が受験者の方のうちの六十パーセントを超えている。こんな数値が出ていますよということをお伝えしたいと思います。そしてここまで回を重ねて二十回までこういう水準で来ていますので、おそらくですね皆さんが受けられる回も。 似たような合格率になってくるのではないかな、という想像を私たちの方ではしています。はい、ということで、ちょっと試験の概要について、合格率も含めてご案内をしてきました。で、ここから先はレックのキャリアコンサルタントの養成講座がどういう内容で行われているのか、またその特徴的なところも含めて再度ご案内をしていきたいと思います。 レックのキャリアコンサルタント養成講座のまず大きな特徴を2つ挙げています厚生労働大臣の認定講習であることそれから専門実践教育訓練給付の対象講座であることです 1>, 1つ目の厚生労働大臣の認定の講習というのはどういうことかといいますと皆さん実務経験がない状況でこれから養成講座を受けられるかと思うんですがその場合養成講座を終了することによって国家試験の受験資格が得られるというのがこの厚,生厚生労働大臣の認定の講習だからこそということになります。 先ほど実務経験3年以上あれば養成講座を受けなくてもそのまま国家試験を受けられますよというふうに申し上げましたけれどもつまりは実務経験3年に変わるレベルのスキルですとか知識を持っているっていうことを厚生労働大臣認定の講習を終了することによって認めてもらえるレックの講座は対象講座になっていますのでどうぞ安心して、ね、受講いただければと思います。 それからもう一つ専門実践教育訓練の給付のの対象の講座になっています専門実践教育訓練給付というのは、えー、まあ雇用保険が原資元になっているものなんですけれども皆さんが講座を終了されることによってお支払いになられた受講料の50%が皆様のお手元に戻ってくるそしてさらに資格取得等ってありますけれども 一発合格ですね先ほどお話ししました、まあ、64%の方が一発合格ですって申し上げましたが一発合格された場合にはさらに20%の追加給付が受けられるつまりレックの養成講座を終了して一発合格をした方というのは70%受講料の70%が最終的にお手元に戻ってくるという非常にですねあの価格面で チャレンジしやすすいいいそういう講座になっていますで専門実践教育訓練給付のこの指定をねある講座この申し込みについてはもろもろの手続きが必要になってきますのでこれは後ほどお話しいたしますけれどもまずは一定の合格率とか終了率の基準を満たした講座のみがこの厚生労働大臣認定講習 であったり、専門実践教育訓練給付の対象講座になることができるということで、講座の質が認められているということを皆さんにはお伝えをさせていただきます。はい、では中身入っていきましょう。カリキュラムですね。はい、この元々カリキュラムは厚生労働大臣のこれ今ねご覧いただきました認定の講習ということがありまして、実際に 実施する内容であったり時間数については一定の基準がありますその基準を満たした上でそれぞれの養、ね、成講座の実施団体がより例えば実務に役に立つであったりとかそれぞれの目指す方向性に合わせて講座を構成しているというものです。 レックの場合にはもともと資格のレック合格のレックということで試験に合格したら実務で活躍していただくそういう人材を多く輩出しているそんな性格もありますので厚生労働大臣のこの基準を当然満たした上で皆さんが実務に就いた時にすぐに役に立つようなすぐに使えるスキルを身につけていただけるそのような講座構成をとっています。<laughs> カリキュラムとして大きく まず二つに分かれています。一つは知識編通信と呼ばれるもので、これはウェブ講座で自宅学習になります。これが六十五時間です。オンデマンドで好きな時に聞いていただくことができる。 そして課題なども提出いただく必要があるんですけれどももちろん期限内に出していただく必要がありますけれどもご自身のペースに合わせてご自身のスケジュールで勉強を進めていただくというのが65時間分知識編通信というものがあります。 そしてもう一つむしろこちらの方がある意味メインとも言えるんですけれども実践編通学オンンライといわゆる通学の講座であれば実際に学校に通っていただくオンラインズームであればもう双方向対面式でズームを使って講座を行う、ね、講義や演習を実際に行っていきます。これが7.5時間1日7.5時間単位で12日間分あります。 最近ではこの7.5時間を2回に分けて実施している講座3.5時間と4.5時間に分けている講座がありますけれどもその場合には24回分90時間分しっかり学校に通うかあるいはオンラインズームを使って双方向で勉強するかどちらかでここをクリアしていただくということになってきます。 そして、まあ、それぞれこれ赤であの添削課題であったりテストであったりとか出席の要件なども定められていますけれどもこの規定の要件を満たした方がキャリアコンサルタントの養成講座終了ということになりましてここで発行するこの「終了証」ですねキャリアコンサルタント養成講座の終了証が皆さんが国家試験の受験申請をする時の1個の手続き書類となります。 で中身ですけれどもあの実はパンフレットの方がですねさまざま詳しく書いてありますので皆さんパンフレットこれあのウェブの方からも確認できますので是非中身を見ていただきたいなというふうには思うんですけれども様々な講座の勉強をしていきます例えばなんですけれどもちょっとプレゼンターの方でお見せしていきましょうね。 えー、ちょっと見えますかねちょっと字がちっちゃめだから見えないかな少し見えにくいところもあるかもしれませんけれども例えばキャリアコンサルティングの役割についてとかキャリアには理論というものがありますのでキャリア理論を学ぶそれからカウンセリングに関する理論や技能を実際に学んでいく、ね、発達や転機に関する理論などもやりますし最近特に注目されている企業の中におけるキャリア形成支援ってどうやるんだろう それからメンタルヘルスの知識であったりとかねさまざまなリカレント教育なども入ってますけれどもさまざまな勉強をしていきますコーチングもやりますねこうしたことを皆さんにはしっかり講座の中で学んでいただくということになっていきますこれちなみにパンフレットで申しますとパンフレットのちょうど8ページ9ページのところですね8ページ9ページのところにこのような講座のカリキュラムについて記載があります はい、ちょっと尻を戻しますね。で、カリキュラムの次、<laughs> レックのキャリアコンサルタント養成講座の特徴的なところを少しピックアップしてお話をしていきます。はい、この実践編と言いました、通学かオンラインズームかっていうことなんですが、これはお好きな方を選んでいただけます。そして、レックの大きな特徴として皆さんから好評いただいているのが振り返制度です。振り返、12日間。 講座によっては24回通っていただくことになります。けれども、振り替受講ができます。この日は欠席するね。どうしてもいけないんだって。どうしても zoom で対応できないんだっていう時には同じね。同じ日程の他の例えば通学の講座であったり、他のオンライン zoom の講座に振り返ることができます。これ、特に回数制限もありませんので、皆さんのスケジュールに合わせて、ね、調整いただくことができます。で、全国どこのレックの本校に。 を振り替え可能ですしオンラインズームへの振り替えも可能オンラインズームクラスで申し込んでいらっしゃる方が実際に通学をする振り替えも可能ですただしクラスの定員っていうのが設けられていますこれは厚生労働大臣認定講習だからこそなんですけれども最大20名で定められていますので定員を超えない範囲内において振り替えを認めさせていただいています それからもう一つですね、次の期への振り返りも可能。皆さんの場合ですと、12月、1月、2月生で検討されていらっしゃるかと思います。どうしてもご事情があって、12、1、2月生の間に終了できないようと、10日間通うの難しいなという場合には、その先、 4 5 6月生ですね来年の2023年4・5・6月生も予定はしておりますのでそこで振り返っていただいてその後国家試験を受けるといいうこととも可能となっていますただし専門実践教育訓練給付の利用者の方はこれね専門実践特有の受講終了期限っていうのがありますので次の期に振り替えをされると専門実践での給付が70%返ってこないっていう可能性は 極めて高くなってきますのでここは注意が必要なところですご不明点あればスタッフにぜひご相談くださいで、ここにも改めて書きましたが通学クラスとオンラインクラス間の振り替えも可能となっています特徴的なところも少し整理していきます講師の先生方ですけれども実務科中心です先ほど実務ですぐ活躍できる人材を輩出すると申しましたので実務科が中心となっています でえー、ただ臨床心理士とか精神保健福祉士社会保険労務士などの資格を持っていらっしゃる方もちろん、ね、あの学者の先生もいらっしゃるんですけれども皆さん現場経験大変豊富な方々なので実際に現場ではどんな相談があるのか相談者に対してどのような対応をしていったらよいのかこのようなことがリアルな声として講座の中で聞くことができる学ぶことができるこれが大きな特徴です。 一緒に勉強される受講生の方々なんですけれども、ま企業の方最近やはり多いですね。すでにお勤めの方ですとか、あとは最近ですね、産休中とか育休中の方とかね、そういう方もかなり増えてきています。人材会社とか、レックの特徴ですが、私業の方ですね。社老士の資格を持っているんだけどとか、中小企業診断士を持っていて、ダブルライセンス、トリプルライセンスを取りたいっていう方も大勢いらっしゃいます。 またハローワークにお勤めの方とかハローワーワクで仕事ししたいいいいよっっていう方もいらっしゃいますまた福祉系の方とかもねさまざまいらっしゃいますがキャリア支援が専門じゃない方も多く受講されてますのでご自身がどういうあの今状況かっていうことあまりご心配されることなくお申し込みいただいて大丈夫です。男女比ほぼ半々ですね 年齢中心層40代でしょうかねただ最近では大学生の方もいらっしゃったりとかもちろん60代の方とかね70代の方などもいらっしゃいます。あの本当にさまざまな年齢層の方々が年齢を超えて職業ですとかこれまでの経歴を超えて皆さん横のつながりを持たれて、ね、仲良くなられていくそんなのが寄せ子座のイメージと思っていただいて結構です。 はい、受講環境についてです通学される場合ですね各本校と私たち呼んでますけれども実際に講義が行われる場所は駅前の通学しやすい立地にありますレックの学校ですね非常にあのいい場所にありますはい。それから受講環境でも改めて書きましたやむを得ない欠席の場合の振り替え受講が可能ですよ非常に大きなメリットですそれから受講料についてですね 全国規模での実施によるスケールメリットを口座価格に反映させていまして一般価格で30万2,500円これ税込みですしテキスト代込み入学金とかの追加費用ありませんしさらに加えてここからの割引制度が各種あります。 これ少しだけ補足をしておきますと多くの方々からレックのこの受講料魅力的というふうに言っていただきますまたかたや「何でこんなに安いんですか?」っていうふうに言われることもあるんですけれども今お話ししましたように、まあ、一言で言でううととスケールメリットっていうことになりますレックは本当に数多くの試験対策講座資格の対策講座を行っています。キャリアコンンサルタントもその中の中つなんですね で、レックはもともと本校ということで学校を持っています。そうすると、キャリアコンサルタントのこの講座のために、わざわざ外部会場を借りる必要がない。もともとレックで持っている学校の教室を他の講座と融通しながら使うことができる。これもあの価格面では非常に大きなメリットとなっています。 それからホームページへの掲載であったりとかさまざまな広告媒体などについても会社全体として取り組むことができますのでそうしたさままざなスケールメリットを生かすことができるそれを口座の価格に反映させていることから価格をでですね下げるることができているそして多くの割引制度があるというのもこれも他の試験対策講座で 本当にねねいろいろな割引設けてるんです、ね、例えば社労士のすでに口座を申し込んでいて受かったよっていう方がキャリアコンサルタントを申し込む場合にはその割引が効いたりですとか、ね、いろいろな割引制度も会社全体として行っています。ですのでちょっと画面戻りますとね。 一般価格30万円でで追加費用ないですただここからさらに各種割引制度がありますのでここの辺りねご自身が何か該当する割引があるのかなとかご相談を是非是非スタッフにお声がけいただきたいなというふうに思います。はいそれから キャリアコンサルタントの実施の歴史は20年少しということになりますがレックそのものは40年以上にわたって司法試験スタートなんですけれども公務員講座ですとかさまざまな受験指導を行ってきていましたその実績を生かした試験対策講座をキャリアコンサルタントの講座でも取り入れて行っています。試験験対策講座についてては受験指導の実績を生かして 行っていてていいいいい非常にに効率的に勉強できるという合格者のの方からの声もいただいています、はいまあ、簡単にご案内しておきますとこれキャリアコンサルタント養成講座を申し込まれた方が同時にこの試験対策3点セットというものをお求めいただいた場合にですね大幅な割引をかけています。 これ学科とと論述と面接それぞれ全て Web で勉強していただくご自身で勉強していただくものなんですけれどもこれ3点セットというものを一般で買うと4万円なんですがレッグの受講生さんに対しては2割引でで3万4円で販売していますさらに養成講座のお申し込みと同時申し込みをしていただいた場合には2万4,000円でこの 試験対策の3点セットをお付けすることができます養成講座が終わってから勉強されるのももちろんいいんですけれどももう試験を受けるということを皆さん決めてらっしゃると思いますので今の段階から養成講座を勉強しながら並行して試験の対策をもちょっとずつ見ていくちょっとずつ取り入れてこんな感じなのかなということを認識していくというのは合格に 非常にねあのいいアプローチだと思っていますのでここも養成講座と合わせてご検討いただけたらいいかなと思います。養成講座そのもので割引が効いて安く申し込める方とかね、専門実践教育訓練給付を使うことができて最終的に結構リーズナブルな価格で講座終了できるよという方はぜひこの試験対策の3点セットも合わせてご検討いただけたら良いかなと思います。 そして参考,参考として挙げていますがこれはいわゆる外販書籍ということで本屋さんに売っていたりアマゾンで買うことなどもできるんですけれどもレックの方で試験対策学科試験対策の本を出しています。これ2級まで踏まえた、ね「合格の取説という即習テキストと問題集です。でこれがですね受講生の方にも大変好評です。すすごく分かりやすい。 で養成講座のテキストというのは全5冊ありましてねもちろん実務でも役に立つような内容まで書かれています。でそれに対してこれはもうこの書籍はですね学科試験に特化しているものですのでここがピンポイントで出るよとかあとは学科試験の中でこう混ざりやすい知識ってあるんですけれどもそれを非常に分かりやすい形で整理をしていたりとか合わせて問題もついてますから。 ご自身で問題を解きななががらら確認しながら、ね、進めていただくことができます <laughs> この本を書いてらっしゃる先生なんですけれどもね、まあ、小澤先生という先生なんですが2級の技能検定合格されていて技能士の方なんですが「100を超える」って書いてありますが最近お聞きしたところでは130いくつの資格をお持ちの方 ということなのでとにかく試験にどうやったら合格できるかっていうことに関してのまあ、試験の合格スペシャリストみたいな方です出題論点を押さえて問題解放のアプローチというのをしっかり提案していただいている本なのでねあの本屋さんなどでパラパラって見ていただいても良いかと思いますぜひお目通しいただきたいなというふうに思っています えでは、えー、合格後のサポートについてもご案内しておきたいと思います。NPO 障害学習これレックグループの NPo 法人になりますけれども、これはキャリアコンサルタントに皆さんが合格された後のキャリア形成をサポートしていくための団体です。で、まあ、セミナーやったりですとかオンラインサロンをやったりっていうことも定期的に行っています。それ以外にも更新講習といいまして。 キャリアコンサルタントに登録した後で5年ごとに更新の手続きが必要なんですがそのために受けなければならないのが更新講講習習という講習がありますこれもレックで実際に講座を持っていましてこの受講の際とか技能検定ですね先ほど申しました2級とか1級の対策講座についても受講料2割引き。 設けていますので NPO 入られる方がこの先更新講習を受けたり技能検定の対策講座を申し込む方にはお得になるかと思いますそして多分皆さんね気になられるのが資格を取った後の活躍の舞台にどうやって入っていったらいいかっていうことだと思いますパートナー講師制度というのを設けていますで、えー、NPO 障害学習に登録されている方の、ね でね、少しまあ面接などもさせていただいていますけれどもパーートナー講師とということで登録をしていただきますで何か例えば公共事業の案件などでキャリアコンサルタントが必要っていうことになった場合にはパートナー講師の方を中心に皆さんにご案内のメールを差し上げていたりとかやりまませせんかといいいいうお声掛けもさせててただいていますここにも書いてありますが公共事業のキャリアコンサルタント募集情報の配信なども行っています。 まあこんな団体で、あとはキャリアコンサルタントの交流会というねものを行っています。これ年3回あの、要は試験が年3回ありまして、合格発表もそれに合わせて3回ありますので、その合格発表後に行っています。皆さんの場合には、12・日2月生の目標試験の合格発表後なので、2023年の10月から11月頃、おそらく11月の初旬ぐらいになるかなと思いますが、オンラインで。 ズームを使ってやりますですので全国の修了生合格者の方がまあオンライン上で一堂に会して交流会を行う懇親会を行ったりとか専門家の方の講演を聞いたりとか、ね、あとは先輩キャリコンの仕事の獲得方法ですよねキャリアの広げ方とかどうやってやっぱりお仕事を見つけていったらいいのかっていうところが皆さんのとてもね大きな関心事になっていますので。 このあたりも先輩キャリコンからお話を聞けたりするこんな、えー、場面を設けていますで、コロナの感染拡大前までは関東関西名古屋で実際に集まって行っていました今オンライン開催にして全国の皆さんと交流することができていますオンラインはこの先も続けていこうと思っていますけれどもコロナがもう少しね落ち着いてきて、えー 例えば立食パーティーのような形が再びできるようになった場合にはまた皆さん集っってての交流会も検討したいなといいなううふうに思っています、はい、NPO 障害学習の、ね、カウンセラー登録というのが必要になりますけれどもこれはまた改めて合格されたところでご案内をさせていただきます。はい、ということでここまで一通りですねキャリアコンサルタントの資格 ですとか、試験の情報であったり、レックのキャリアコンサルタント養成講座のご案内などを進めていきました。で、ここから具体的に十二一二月生のスケジュールですとか、価格面のところのご案内をしていきたいと思います。はい、二千二十二年の十二月、二千二十三年の一月、二月生。七月の試験が予定されていますね。はい、で、まず開講予定なんですが、全国三十クラス予定しています。 そのうちズームクラスは12クラスあります。受講料、先ほど申しました一般価格30万2500円、税込みでテキスト代込みで、さらに各種の割引があります。専門実践教育訓練給付の制度の利用で受講料の最大70%が戻ってくるという仕組みになっています。 ただしこの専門実践教育訓練給付を使う場合には注意点がいくつかありまして受講開始日これ各月の1日になりますから12月生の方は12月1日1月生の方は1月1日2月生の方は2月1日の1ヶ月前までにハローワークで皆さんご自身で手続きをしていただく必要があるここが注意点となってきます。 この手続きを行っていただきませんと、ね、あの専門実践教育訓練給付の支給対象にならないということになってしまいますからこれは大変注意が必要です、はい、ちょっと画面切り替えていきましてね皆さんにご覧いただきたいのがこちらなんですね。 キャリアコンサルタントの養成講座のこちらが「えー、受講料とスケジュールのご案内」という冊子なんですけれどももちろんホームページなどからでもこちらはご確認いただけるようになっています。で具体的には今お話ししました全国30クラスですねそれが全てリストアップされています。Zoom、クラスについいても全ててて、もす書かれていますそして 受講料ですね受講料についてもさまざまなバリエーションがありまして早めにお申し込みをされますとそれだけ割引価格で受講することができたりですとか大学生協や書籍のね販売の,あのお店などを通していただきますとさらにまた割引が効いたりとかね代理店書店価格などで さらに割引が効いたりとか、さまざまなパターンがありますから、ぜひご自身でね当てはまりそうなものであったりとか、どこで手続きができそうかなっていうこともご検討いただけたら良いかなと思います。それからちょっと次めくりますとね、先ほどレック会社としてさまざまな割引制度をご用意してますよというふうにお伝えをいたしました。割引制度のご案内ということで今4番目まで出てますけれども、さまざま割引ありましてね。 今7番目ままで割引がございます、はい、これが皆さん該当されるようであれば10%の割引が効いたりとか法人関係の提携がある場合には特別割引もご用意をしていますのでこここも活用いいいたただけたらよいかと思いますこの辺りはあの自分がねどれに当てはまるかなっていうのがちょっとご不明だという場合にはスタッフに是非ご相談いただきたいなというふうに思っています。 もう少しスケジュール関係のご案内だけさせていただきますと、このスケジュールなんですけれども具体的にね12日間の通学あるいはオンラインズームですよというふうに申しましたけれども、1日目がいつでね2日目がいつでっていうことが全部書かれています。全国30クラス分これ全部全部載っています。全部載ってます。でズームクラスについてももちろん全部スケジュールが出ています。 そして少しだけお話ししましたが1日7.5時間を2つね2日間に分けているコースがありますよというふうに申しましたけれども1日目を1日前半後半というふうに分けているというような形で合計12日目までなんですけれども24回分ね通っていただくあるいはオンラインズームで勉強していただくというものがございます、はい。 とということで、ね、スケジュールもたくさんありますから皆さんご自身どの,あのクラスだったら通えるのかなってまた振り返りをするとしたらどうなるのかなということもしっかり確認をいただきたいと思います。はい、そして手続き関係のところでですね結構皆さんから質問があったりですとかあのミスがあったりするものをちょっと注意点も含めてご案内なんですけれども受講前の手続き。 先ほど専門実践教育訓練給付を申し込まれる際は受講開始日各月1日の1か月前までにハローワークで手続きが必要ですよ」っていうふうに申しました。 受講前の手続きとっても大切でこれがうまくできていないと最終的にね50%なり70%の給付が受けられないっていうことになってしまいますのでこれはもう皆さんご自身で熟読してくださいね皆さんにお金が返ってくるというものなのででででサポートできる部分ってこれないんですね皆さんがハローワークで手続きをすることになりますからぜひ手続きの詳細については確認をいただきたいと思います。 このスケジュールの冊子、この冊子には専門実践教育訓練給付の利用方法については書いてありますので、これをしっかり読んでいただいて、ミスのないように手続きをぜひしていただきたいなというふうに思っています。はい、そして専門実践教育訓練給付を使う場合には、レックに書類を1個お出しいただく必要がございます。ね、これですね。 利用申請書といいうものをお出しいただく必要がありますこれをお出しいただいてこれをもとに REC の方で、ね、皆さんに手続き書類をお渡しするという流れになってきますのでこれは REC への提出が必須ということになっています。 で、あの70%ねあのお金が返ってくるっていうお話ししましたが、先ほどまあキャリアコンサルタントの歴史的なお話の中で、厚生労働省がキャリアコンサルタント10万人養成計画を発表しました。よっていうふうにお伝えしました。で、10万人にまで実際にキャリアコンサルタントを増やしていくためにはね。口座がまず受けやすくないと、価格面でサポートをしないと難しいよね。っていう部分もあります。 そういういこともありまして通常専門実践教育訓練給付のような70%に戻ってくるようなその制度が使えるというのは1年とか3年とかの長い講座の時に適用されることがほとんどなんですがキャリアコンサルタントは今3ヶ月ないし5ヶ月ぐらいの講座の期間の中で専門実践教育訓練給付が利用できるという非常に珍しいタイプの講座になっています。 ただ皆さん是非使えるものはね活用していただいてキャリアコンサルタントの資格しっかり取っていただきたいなというふうに思っています。はい、でということでご案内させていただきましてこれ一番最後のページですけれどもキャリアコンサルタントの資格取得そしてその過程で得た学びを生かして皆さん自身のキャリアに是非彩りをつけて活躍していただきたいなというふうに思っています。 レックキャリアコンサルタント養成講座ね12、12月生での受講をお待ちしております。はい、それではここまででキャリアコンサルタント資格講座説明会を終了いたします。ご不明点、どうぞスタッフまでお問い合わせください。本日はどうもありがとうございました。